皆さんこんにちは、多田恵梨香です。私は今名古屋駅から北に向かって徒歩10分のところに来ています。もう一回言いますよ。徒歩名古屋駅からおよそ10分のところという抜群のアクセスに今注目のお家が建ったということで、早速行ってみたいと思います。いや、すごいところですよね。ということで、担当の方はこの方です。ライフィングの加計社長です。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。ということで、はい、今回は名古屋駅から徒歩およそ10分、もう何ですか、そんな便利なところに、はい、そうですね、もう今最も注目の名古屋駅名駅エリア、はい、今回うちが満を持して出させてもらいました。ねえ、とはいえとっても静かな住宅街ですね。はい、そうですね。住みやすさはどうですか？そうですね、小学校もそこにありますし、はい、目の前には公園、うん、で、まあ、太陽がね、はい、さんさんとこう来るということで、はい、本当に気持ちのいい立地に今回は立っております。ねえ、はい、土地の方はどうですか？こちらは何坪ぐらいと思いますか？はい、もうね、ライビングさんいつもコンパクトサイズ、ね、これも皆さんご存知だと思うんですが、でも間口が結構広いから24、5ぐらいはあるんじゃないですか？ありがとうございます。まあ、間口は5メートル、約5メートルで、はいはい、16坪ですね。ってことは何ですか、やっぱり単身者用とか2人暮らし用とかそういう感じですか？そうでもないですよ。間取りが 3LDK とウォークインクローゼット、そして坪庭もありますから、まあ、できたらまあファビーの方に住んでいただきたい物件ではあります。どういうふうに間取りを、ね、構成されたのかちょっと楽しみなんですけども、はい、まず特徴としては、うん、こちらの駐車場スペース、はい、何かありますか？そうですね、将来に向けて、未来に向けて、電気自動車、はい、こちらに電源も取ってますし、通常の普通の電源もありますし、うん、セキュリティに関しては、はい、カード式の鍵をつけるような形で、はい、そうですね、だからここはもう今鍵穴ありますけど、はい、このように閉じた状態になっていて、はい、普段はカードでピッと開けるという、はい、じゃあ社長、早速お家の中どんな風になっているのか楽しみなので、はい、いいですか？どうぞ。お邪魔します。はい、玄関入って2階に上がってきました。おお、広い。社長、まずはここがキッチン、ダイニング、 LDK ですね。そうですね、はい、よ、随分キッチンスペースが広くて、これはシステムキッチン、はい、大きいですね。そうですね、はい、まあ、食器乾燥機とか、はいはいはい、ここでいうとこムーブダウンのね、棚とか、いいですね、女性でもやりやすいですね、はい、あとは家電収納ができる、うんうん、まあ、食器棚ということで、はいはいはい、まあ、これも標準で付けさせてもらってます。いや、結構ね、一個一個がボリューミーなんですよ。あともう一つは、ここ床暖房もね、こちらのキッチンと、はい、LD の方にも付けておりますので、はいはい、そうですか。じゃあこのキッチンに床暖房、うん、そして真ん中通りますよ、うん、あ、はい、ちょっと廊下っぽいスペースだけど随分広い、はいはい、こちらにもね、これパントリーって言いまして、はいはい、まあ、いろんな収納ができるということでね、はい、結構広いですよ。これ一番のポイントは浅い、取りやすいんですよね、はい、こういうスペースがあると出てると雑然とするようなもの、はい、っていうものが置けますよね。そうですね、で、まあ、こう冬の時はこう閉めてもらえばね、はい、もうぐちゃぐちゃとなってても、ね、これも隠しておきたいですね。ですね、はい、いいですね、ちょっとしたクローゼット大事ですね、はい、そしたらこちらがいわゆるリビングの方になりますね、はいはい、床暖房がついてるということで、はい、これは何ですか？これがガスコックでガスファンヒーターを置くように設計しております、はい、でこちらが床暖房 のコントロールパネルになりますね。あちらのキッチン側とこちらの LD 側で、うん、切り替えもできるし、ね、調整もできるという、はい、これも標準装備です。あ、そうですか、うん、お、いい感じのお部屋、うん、はい、こちらは6畳になります。ねえ、いいスペースですね。これ2階もキッチンのところにこんな扉ありますよね。ありますね、またね、はい、なんですかこれ。これは明かり取りもあるんですけども、はい、実はこう眼下にですね、壺庭を用意しまして、こうこう見ていただけると、え、ちょっといい感じですよね。いい感じ、ほんとちょっと壺って感じですけど、壺庭1階から入れるんですか？うん、そうですね、駐車場側から入れますので。なるほど、はい、そしてここにホールがあって、はい、あれ、なんかもう一つお部屋が、これはおトイレですね。おトイレですか、はい、ちょっと失礼しますよ、
うん、おトイレですね。ちょっと雑にこう閉めてもらっていいんですか。いいんですか。いいですよ。まだ誰も住んでないですよ。はい、ブレーキかかりました。あのソフトクローズというものを採用しておりますので、うんうん、ゆっくりと閉まるようになっております。いいですね、はい、これちょっとした気遣い、はい、はい。そして3階にあるもう一つの洋室に入ります。おーおー名古屋駅界隈がこんなに見通せるなんて、うん、もうここの売りはやっぱりこの名駅エリア、はい、徒歩10分ね、はい、ね、名駅エリア、はい、騒がしいイメージありますよね、はい、でもすごく静かなんですよね、はい、今回はあの省エネ等級4を取っておりますし、こちらの冊子もフェアガラスですから音も静かになっておりますし、あら本当に都会のど真ん中で便利なところで落ち着いて夢のマイホームで暮らせるという、うん、はい、その通りです。最高じゃないですか。さあ今回の物件をまとめますと、名古屋駅から徒歩およそ10分、16坪ですが、はい、間取りが 3LDK プラスウォークインクローゼット、はい、および坪にはもうとにかく高アクセス、そして静かな住宅街、はい、これは結構しますかね。お値段いくらぐらいと思います。4000は超えるかな、うん、4000超えません。超えない、はい、税込みで3780万です。ほー、いや、いいじゃないですか、うん、あでもです ねカーテンぐらいはなんか欲しいなっていう感じがしますけど、うん、そうですね、あのもうキャンペーンやりましょうか。やったー、まちまるをご覧の皆さん、うん、そうですね、張り切って突然キャンペーンやります、まあ、新生活応援キャンペーンでもやりますか。そうですね、はい、あの床暖があったんですよ、それはいいなと思ったんですけど、ガスファンヒーターの口があるだけで本体なかったですよね、はい、一つはまずつけさせてもらいますね。お、ガスファンヒーター一つつく、やった。あとはなんかちょっと自社ビルが立つ。そうなんですよ、あの、まあ、皆様のね、もうご協力のおかげでですね、まあ、弊社もビルをちょっと建てるようになりますので、はい、そちらには一応ショールームも用意しようかなと思ってますので、ぜひちょっとこの年末ぐらいにはできるんじゃないかと思っておりますので、はい、はい、ということで、うん、今回ご紹介した名古屋駅から北に向かって徒歩10分のところにある高アクセスな夢のマイホーム、気になる方はまずお電話いただきたいですよ ね、はい、はい、気軽に見学にお越しください。ということで掛布社長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。